回ってます。もう回ってます。回ってます。あ、はい。はい、黒チャンネル、ただいま緊急で回してます。はい。これ緊急でね、回している理由というと、最近ね、やっぱね、僕のね、個人的なこととか、結構ね、まあもう今年ももう終わるんですけど、そういう話をね、全然総括できてないので、やっぱり黒チャンネル、しかもね、12万人超えましたので、しっかり言っとかないといけないなと思って、ただいま緊急で回しております。結構ね、今年1年ね、結構動いてきたので、分かってないことが多いと思うので、今伝えたいなと思ってます。はい。どうしても今、言いたいことがあったと。いや、そうですよ。やっぱありますよ。ここ最近もいろいろありましたからね、ニュースが。そうですね。まあ、ここ最近で言うと、Amazon プライムの方で、はいはい、ここは不思議堂書店っていうのにクロちゃんね、メインキャラクター出てますので、そちらの方ね、結構ね、新しい感じですよね。融合してます。俳優さんと一緒にお笑いで、ね、滑ったら大変なことが起きるみたいなところに急に行ってる。もう転生ものみたいな感じですよね。面白いですか？いや、正直ね、めちゃくちゃ面白いよ。まあ、見てないですけどね。まだ見ててない。だからちょっと忙しくて。ロケはめちゃくちゃ面白かったです。めちゃくちゃ、いや、大変だったの。めちゃくちゃ大変だったの。ドラマみたいな感じで、島の中をぐるぐる回ってるなと思ったら、いきなり、ね、笑いを忘れた子供たちを笑かさないといけなかったりとか、で、いきなりミッションが始まるから、本当にロールプレイングみたいな感じ。ちょっと僕まだ見れてないんで、ちょっと。いや、見てくださいよ。感想を長文で送りますね。わかりました。長文なんですね。いやいや、急に LINE で長文できたらびっくりするよ。いや、ちょっと見てみてください。本当にね、まだちょっと見れてないです。昨日まで北海道行ってたんで。北海道行ってたんですか？はい。これ何で？あ、これはね、レンタルクロちゃん、広島の RCC の番組で毎回ね。なんかあれですね、ちょっと待ってください。はい。番宣ばっかっすね。え？番宣ばっかっすね。いや、違う違う、今聞いてきたからじゃん。聞いてきたからじゃん。そうですよ。いや、緊急で回してくれって言うから、もう少しなんかその、はい、どうしても今言わなきゃいけないことがあるのかなと思ってってだけで。はい。いやいや、つらつら番宣じゃないですよ。いや、気持ちよくじゃないですよ。あと、やっぱ伝えないといけないのは、前までね、パラビでね、独占配信してたんですけど、そのパラビからUNEXTの方にお引っ越ししたのかな、クロちゃんズラブ。はい、クロちゃんズラブね、クロちゃんの半生を描かれたやつ、野村周平くんが、ね、僕の役をやってくれて、っていう、まさかの自分の人生がそういう風に描かれると思わなかったんですけど、ただいまね、UNEXT のでありますので、よかったら見てください。はい、あとはねあとはね、やっぱね、いろんな価値観あっていいと思うんですよ、皆さん。はい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 、でね、いろんな価値観ね、人の価値観をね、笑ってたら、あ、すごいね。いや、違うのよ、それ多分あれでしょ、どうせリンゴ飴の店でしょ。あ、流行ってんすか今。知らないですか？僕、昔1年前ぐらいに行きましたけどね。その時そんな並んでなかったんですか？いや、多分今日ね、休日だからじゃないですか、多分。あ、そっか、今日休日ですね。そうですよ、ちょっとこの業界に行くか分かんなくなってんでしょ。確かに。そうですよ、原宿。ね、原宿ね、昔とかね、原宿とかでね、結構竹下通り、僕結構行ってたんですよ。何しに行ってますか？やっぱね、ギャル見に。パンチラなんか見ないよ。パンチラなんかじゃなくて、違う、普通に流行の発信場でしょ。で、ギャル僕ね、基本的にやっぱエッグ読んだりとかするぐらい好きだから、ギャルが今どんなことを考えてるのかっていうのを結構見に行ったりとか。19歳でも結婚できるんですか、やっぱ。は？19歳？ギャル好きです。あ、ギャル好きだけど、まあけど僕は基本的にやっぱいろんな人に何か言われるのが嫌だから、はい、で、結婚の条件も僕言ってますけど、20歳から24って言ってるのは、やっぱりなんかどっか連れてった時にね、普通にレストラン連れてった時でも、お酒が飲める場所だったら、お酒飲ませただろうって言われたら困るから。で、俺は20歳以上にしてるけどね、基本は。20歳だとしたら何歳差なんですか？はい、僕20歳だとすると、僕は今46なので26歳差。あ、うん、それでもまあ結構ですよね。まあまあ結構ですけど、別にあんまり変わんないかな。話合います？20歳の何を共通で話すんですか？うん、やっぱ TikTok の話とかするね。あ、まあ、確かにその趣味若いですもんね。そうそう。で、結構その、ね、最近で言うとイヤーカフとか、ちょっとそういうのも気になってるから。イヤーカフ、イヤリングとか今ちょっと、なんですかね、ブランドって言ったらおかしいですけど、ちょっと高級なところ行くとね、イヤリング少なくなってて、イヤーカフの方が今増えてるんですよね。やっぱ親からもらった体にね、穴開けたくないから。まあ、だからリチのね、
初めての誕生日祝いましたけど、10月の11日かな、言いましたけど、その時にはあのプレゼント、誕生日です10月11日。いや嘘ばっかり、ま、一緒っすか。いやそうよ。じゃあ僕全く一緒っす。本当に、はい、リチと、はい、なんかくださいよ。いや新手の強盗じゃん。え、あげないからそんなの。全く一緒っす。じゃあえ、なんで本当、年も一緒だし。いや絶対違うわ、よく言いましたよね。リチだって27よ。あ、ちょっと上でした。ちょっと上よ。いやけどね、初めての誕生日ね、やっぱね大事なのと思って、はい、しっかりしないといけないなと思ってきちんとしましたよ。どうなんですか、じゃあリチさんとは仲いいんですか、はい、今。そうですね、リチとはまあ仲いいっちゃ仲いいけど、もうちょっと甘えてほしいかな。これはやっぱずっと言ってることだけど、あ、警察だ。ん、本当だ。いやいや逃げろじゃないね、別に大丈夫。俺だって一日警察署長もやったからね。あ、そうなんです。そうよ、だからもう警察の回し者よ俺は。じゃああれですね、間違いなく逮捕とかされたらその映像流されちゃいます、ね。いや嘘でしょ、絶対使われちゃうじゃないですか。使われるもんなんですか、絶対こんなことやってたのにっていう。いやいや対比としてやっぱ、いや違う、俺捕まらないから。ああ、なんで捕まる前提の話になってんの。捕まらないんですよ全然。でリチさんとの、ああ、リチね、リチはだからそれこそ水曜日で僕なんか酔っ払ってそのトー横イン、ああ、ありましたね、はい、なんか起きたな、茨城の東横インかな、はい、赤羽の東横インになんか移動してても気がつかない説かな、はい、かなんかね、 やられたけど、あの時のオンエア見た時にその酔っ払いながらリチにもっと甘えてよみたいなこと言ってて、リチが頑張るって言ってるのところがオンエアされてたから、あ、やっぱなんか酔っ払った時に結構思ってることって潜在意識の中で言ってなかったことも結構僕言うタイプだから、あ、やっぱ甘えてほしいんだなって。結構ね、リチがね性格が男なんです、うん、だから根は吐かない、吐かないで甘えるのとかそういうのがなんか恥ずかしいタイプっぽいから、うん、本当はねもうちょっと甘えてほしいんですよね。あの酔っ払ってた時記憶はないんですか。じゃあ何言ったか覚えてないんですか。全然覚えてないですね。そこ覚えてなかったんですね。今日リチがなんか褒めてくれてましたよ、なんかけど酔っ払ってあんなにベロベロになってるのにきちんと喋ったりとかして偉いって言ってて褒めてくれたから、それはすごく嬉しかったですね。なんか AV 見てましたね、それは。え？ AV 見てますね。いや覚えてないよ、 AV 見たって。いや AV の時は酔っ払ってないですよ確か。酔っ払ってない時点で AV を見て、はい、その後リチさんを部屋に呼んでいた。いやいや、だから待って、なんかそんなくだりでしたよ。いやあれ最悪じゃんか本当に。そんな流れだった気がしますけど。いやいや、打ち合わせするって言ったけど結構打ち合わせの時間までなんか時間があったから、はい、いやなんだろう、なんで AV 見てたんだろうな。けどあの水曜日もおかしくない、なんかテロップね、今までずっとね、あの撮影してきたけど初めてね AV 見てるのがあったからっていうのでなんかフューチャーしてたけど、あれに対してあの SNS のとかのね X とかのコメントとかも、あ、確かになんかちょっと感動するなとか、あ、いい話だみたいなこと書いてあるけど、みんないや一個も良くないから。抜いたんですかあの時。いや抜いてないよ、だからいやリチに抜いてもらおうと思ったけどね。いや最悪だよ、最悪だよ本当に、本当最悪、最悪だね本当に。言ったじゃん。自分で抜いてんだったら別に笑える。抜いたっていう言い方が良くないよ。なんて言うんですかじゃあ。ん？シコシコ。めっちゃ笑ってる。いやいやいや。カレンちゃんそういうの好き？めっちゃ笑ってましたよ。いや、どっちなんだろう、分かんないな。本当に。いやけどイリチと付き合ってたからもう1年経つから。そっか、去年末ですよね。そうだから、オンエア的にはその去年の12月の23に。うん、その告白して付き合ったところが流れてるけど、実際は11月の中旬ぐらいに付き合って告白してるから、記念日みたいなのなんかやったんですか。うーん、覚えてないからやってない。ダメなの、それもやらないといけないですかね。そんな怒んないですか。出さないですよね。もしかしたら思ってるかもしれない、やってくれなかったなって。良くないんじゃないですか。でもそれはやっぱ、いやけど言われないとこっちも分かんないからね。最近喧嘩とかもよくするんですか。喧嘩別にしないっすね。あっち側が別に怒って何って言ってくることがないんで、あんま
ぱそれは良くないかもしれないですよね。じゃあ言い返した方がいい。いや俺は言ってほしい人、言われてちょっと泣きたいぐらいだもん。どういうところでじゃあちょっとあれって思うことあるんですか。あれって思うことで言うと、僕がリチとデートしようと思ってて、リチが空いてるって言うから、その日を楽しみしてたら急に仕事が入ったって言われたから、まあね、僕も大人げなかったかもしれないけど、いやいや楽しみしてた分、なんかその日自分だけ空くの嫌だからと思って、ね、サンミュージックのマネージャーの大関さんに連絡して、もう温泉行くぞって言って、でたまたま一緒のタイミングで休みだったから、でそれで埼玉の方の温泉行ったんですよね。でそしたらそれを僕はね上げたんですよ SNS に。で多分リチ見てたと思うんですよね。その3日後ぐらいに僕が京都仕事で泊まりだったけど、まあ、京都泊まれて寂しいなってリチに LINE したら、京都とか温泉とかサウナとかいっぱいあるからいいなみたいな感じになって、じゃあ今度一緒に旅行しようって入れたら行かないって言われたんで、あれ？と思うじゃないですか。こっち側行こうと思ってんのに行かないって言われて、なんだろうと思って、行きたいなと思って言ったの、なんで行かないのって言ったら、いやなんかね、気の合う人と行った方が旅行はいいと思うし、クロちゃんと普通に東京の街を散歩するの楽しいから旅行は大丈夫みたいなこと言われたから、それを見た時に、あれ、これ多分気の合う人っていうのは、多分僕がディスコイと一緒に行ってたのを、うん、大関さんをと言ってたのを多分言ってんだなと思ったから、あ、怒ってんだと思ったけど、けどそれに対してそっから何々って言うわけじゃないから、俺は行きたいと思ったのにね、そんなこと言われたらもう正直残念だって、うん、って送って、ただごめんなさいみたいな感じになって、うん、けど俺もちょっと文章だと冷たく映るからなっちゃうから、もうやめとくね、ごめんねって送って。いろいろあるんですね。なんかちょっと幸せそうだなと思って、うん、ちょっと待って、あんまりなんか思った感じと違うこと言ってる。違うけど、そういうことも踏まえた上でやっぱどっかで一回しっかり喋りたいなと思ってるけどね。うん、そうですね、むずいね。だけどやっぱその一応ね20歳差あるから、こっち側がやっぱりもうちょっとおおらかな感じにしないといけないのかなと思うけど、けど、けどその年関係ないですからね。関係ない。男女感はもう本当に。そうだから、もうちょっとしてほしい。お、ね、甘いの苦手だったら、俺甘えた時にしっかりそれを包み込んでほしい。それはやってくれないんですか。なんかね、それもなんかやってくれない。あんまやってくれないんだよな最近。なんか不満多いですね。溜まってますね。いや違う、なんかちょうどねホットな感じでね、けどそれがけどだけどやっぱりそっから普通にごめんねって言って普通に今 LINE してるし、まあ会えてないから、まあちょっと近々会わないとな。向こうからしたらそういう甘えてほしいっていうのがうぜえって思ってたら、うん、うぜえ、いやっていう可能性ももちろんあるじゃないですか。別に、うん、いや甘えたいんじゃないんだから、甘えてって言われても知らんのよっていう。まあけどそれは変わってほしいですね。あ、でもそれ良くないですよ。は、なんで？それ良くないですよね、だって。いや、そうですねって、いやいや。そうでやんすねって言ってますよ。いやいや。カレンちゃんこそどうなの？カレンちゃんこそ。カレンちゃんこそきちんと言う？不満ですか？不満、うん。不満はすぐ言います。あ、言うの？めちゃくちゃ喧嘩するらしいですよ。え、喧嘩するの？はい。それ喧嘩してその後どうなんの？なんかどういう感じで、その、なんていうの？その話し合いかなんかするとかで、うまいこと蹴りがつく感じ？ここを変えてくれないなら別れるよって言ったら、あっちはごめんなさいって。ちょっと待って、怖いな。怖いな。彼氏怖いな。いや、本当に。嘘でしょ？怖。まさかの、まさかの答え。あ、大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと最終的にめっちゃ怖い話で終わったじゃん。そっか、逆にそういう風に言わないだけリチ優しいのかもね。じゃあまだね、ちょっと今途中で話終わってますけど、時間があったらまた緊急で回しますんで、皆さんお楽しみにしてください。リチ愛してるよ。